こんばんは。こんにちはか。5時ってこんばんはとさ、こんにちはのさ、狭間じゃない？それ4時かな。なんかさ、今夏に近づいてるから、外明るいから、こんにちはでもいいかなって思うけど、冬は5時はこんばんはじゃないっていう話から始まりました。ショールーム、こんにちは、こんばんは。目ね、変、ずっと変、ずっと赤いの、ここがもう。まあまあまあ、なんかそれを気にしてずっとメイクもできなかったけど、前髪切ったんですよ。前髪切ってなんかせっかく切ったから調子乗ってメイクしました。だからショールームしてます。自分で切ったパッツンになかなかいい感じじゃない？なんかね、でも目は花粉症とかな気がするけど、どうなんだろうな。今日さ、別に特に話すこと決めずに、あれなんですよ、始めたんですよ。なんか調子乗ってメイクしたから、久しぶりに配信しようと。自分で切るのは怖くないです。慣れました。結構前からやってるので。ただうまくいかないっていうだけでね。ご飯も食べてないです。もうお腹空いてないで、最近なんかすごい星パレード着てるよ。星パレードすごい、めっちゃカラフル、ありがとうございます。思いつきでも嬉しい、よかった。元気です、元気、全然元気です。やっぱ美容院行けないからね、自分で切るしかないのよ。おつもりやってる、さっきもやってましたよ。今日の晩ご飯決めてないです。でもなんかうちケーキあるんですよ今日。特に理由のないケーキなんですけど、だから、ケーキ夜ご飯でしょ。鬼滅の20巻読みました。なんかパパがね、買ってきてくれた。なんか帰り、お仕事の帰りに。今日もピアスかわいい。ハートです。なんか一回ね、なんか前つけてた星のピアスずっとつけてたんですけど、なんか流血事件起こって、なんかこうやって挟むやつだったんですよ。なんか痛いなと思って外したらめっちゃ血が出てきてね。そう、それで今キャッチもない引っ掛けるやつ、こういうつけてます。なんか治った。そしたらピアス安定したしね。チュッさんが何？あ、チュッさんも今やってるんだ。チュッさん、ラーメン部で活動しましょうね。確かに日差しめっちゃ強いよね。まあまあ家にいるから焼けないんだけど。プロポーズされました。北川涼波さんにプロポーズされました。もう何度人生のうちに北川涼波さんからプロポーズを受けたかわからないぐらい受けました。電話ねしたいんだけどね、この何、この配信のこれ、この携帯で何、1個しか携帯持ってないから、みんなみたいに iPad とかじゃないからできないんですよね。
結婚式の招待状お待ちしております。待っててください。2人でウェディングドレス着るのかな。司会しますんで。なんかさ、なんかめっちゃ可愛いなって思ったのが、なんかリョウハとなんかプロポーズみたいな、結婚結婚やいやいやいやみたいな、付き合うやいやいやみたいな感じでお互いのコメント欄を見てたんですよ。なんかそしたら結構なんか私のファンの方がリョウハに嫉妬したり、リョウハのファンの方が私に嫉妬したり、なんかそれがすごい可愛くて、なんかその嫉妬するだけじゃなくて、でもなんか嫉妬するけど相手が先ぽんなら許すみたいなやつとか、リョウハならみたいなやつとか、なんかすごいなんだかんだ言って嫉妬しつつ応援してくれるファンの方可愛いなって思いました。素直にさ喜んでくれる、喜ぶっていうかなんか乗ってくれたりするファンの方もさノリいいなって思うしさ、なんか私のファンの方とリョウちゃんズと先ぽんズはなんかもう最高だなって思った。嫉妬するけど相手がリョウハなら仕方ない。うん、そういうことね。可愛いなって思います。それサビサリョウハなら知らない。お互いねファンの方がねしょうがない応援するよみたいな感じですごいね可愛い。動いてる先も見れて嬉しい。リョウハに分かってない。司会進行はルーちゃんとかがやってほしいな我らの娘。でも諦めずにアタックしたい男心そうなん。来週24日、はい24日も配信する予定です。来週も見に来てください。でちかことかになんかゲイやってほしい。確かにルーと君江が司会でなんかバランス良くなりそうだね。元気です、超元気。何はなんかのほほんって喋ってる。今日そういう気分なのかな。なんか結構あの質問多いね。さっき言ったけど、あの振り覚えてますかとかさ、覚えてると思います。なんか公演とかは踊れるけど、大富豪 K2 の大富豪ライブとかでやった曲とか、そういうのなんか1回しかやったことない曲とかは覚えてないかもしれない。何の曲があるかな、何の曲やったっけ。僕たちは戦わないとかね、多分無理。覚えてないかも。じゃんじゃんじゃららじゃ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 、なんか雰囲気しか踊れない気がするかな。蜂の巣ダンス、頭になってふってくっついていこう、ぶつかり合ってみんなして踊れ、蜂が飛ぶように入り乱れるように。いける、好きだから。ゆいちゃん推しメンだから。米感謝は踊れます、あの折り面なんで私。風が吹いているもね、
完璧だと思います。結構前にやったことある曲だから。いけるね。何がいけない、あれとかできないかも。初恋よこんにちは、なんだっけ、もうこの時点で覚えてない。フロスするように、あ、いけるかも。あ、いけるかもしれない。あれかな、うーん、覚えてない。あ、抱きしめられたらとか、あのロッキーのゼップでやった、あの時膝怪我してたし、なんか振りをちょっと変えたりもしたから意外と覚えてないかもしれない。抱きしめられたらやりたい、私めっちゃ好きやの曲。みんなのミラクル完璧です。もうどこのポジションでもできる。ダダマシンガンも大丈夫。ボキドキも余裕のよっちゃん。はじめまして、竹内咲です。そうそうそれそれそれ。僕はミックスの打ち方を忘れました。え、どうなのみんな、まだ言えますか、サイバーダイバーみたいなやつ言える？誰か耳もできます。抱きしめられたら大好き、本当に。コールはノリで大丈夫。神々はもう忘れません。初恋泥棒は踊ったことないな。あ、さすがに余裕なんだ、みんな。もともと言えない。なるほどね。DVD 見てるから大丈夫。現場行ったら思い出す。ああ。家で練習してる。いつね、復活してもいいようにぜひ。うん、これオジリンかな、本物かな。あ、やばい、すごい下の、いっちゃったいっちゃったいっちゃった。え、本物だ。元気ですか。私この間あのメールに会いたいって書きました。さっきポンってきた。元気ですか。なんか私ダジャレを家で言ってたらオジュリンを思い出して、そう、ダジャレといえばオジュリン会いたいっていうことをねメールで書いたんですよ。イエーイ。携帯越しだけど、え、嬉しい。すごい。え、待って、ジュリナさんさ6位にいる。嬉しいな。私も嬉しいです、来てくれた。イエーイ。私あとあれ見るの最近すごい好きなんですよ。オジュリンとあのルーちゃんがなんかイチャイチャしてるの見るのすごい好き。かわいい。なんかもう完全になんかもう カップル感すごいすごい可愛いなって思って画像見てますよ。関係者が6位笑んで。そう、本当に会えてないです。もうメンバーは本当に会ってないですね。もう そう、ツイッターのやつ。いつから会えてない、うーん、いつからだろうな、いつからだろうな。最後に会ったのが4月1日2日1日、ゆずきの誕生日に2じゃないよやったのは覚えてます。それより後にみんなに会うことあったかな、どうかなって感じですね。だからもう1ヶ月ぐらいは会ってないんじゃないですか。連絡も全然取ってないから、うん、
かな。なんかさ、毎日毎日こうやって過ごしてるとさ、一日過ぎるの長いなとか思うけどさ、あっという間に1ヶ月過ぎたなとも思う。最近いつ外出た？スーパーに行きました。食料品買いに。それぐらいですね。サーナンとは話しないの？サーナンはあのインスタの DM でこの間喋りました。元気みたいな会いたいねって喋りました。落ち着いたら会おうねって。ゴールデンウィーク終わったのが信じられない。確かにゴールデンウィークといえば握手会だったから、今まで。うん、なんかあんな家にいるゴールデンウィークないよね。そうね、本当に家族以外やってないね。確かにゴールデンウィークそもそもあったのって感じ。うん、暇っていうか何もしてないよね。握手券飾ってるの？いいですね。最近は TikTok 見てます。最近ほんと1年会ってない。うん、ほんと1年も会ってないっけ。覚えてるよちゃんと。うん、全然ね、こうやって名前バーってあのファンの方コメント出てくるじゃないですか。ほとんどわかる。握手会来てくださった方とか、あの握手会とかで会えなくても毎回ツイッターでコメントくれる方とか、すごいね、わかる。余裕。はい、こんばんは。ありがとう、こんばんは。記憶力はほんとすごい。なんかさ、全然違う話しますね。このさ、わかります？この人間。うん。こういうさ、あれいますよね、パペットみたいな。絶対できない腹話術みたいなやつ。そういう人形はこういうなんか、うんうん、こういうのいますよね、わかるっていうだけです。こういうこんだけです。失礼しました。ご苦労様でした。どうした？ああそうそう、異国のさん持ってるやつだ。急にどうしたこういうとこあるよね、ほんと。あ、声が遅れて聞こえたり、なんかこっち人間の口動いてないのにこっちのこういう人動いてるよみたいな人っていうか人形入ってきて、これはビビる。おっと、ビビられてしまった。ディ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 顔芸は練習してないよ。やってみて。こんにちは。食べてできない。私にはわかんない。できない。全然できない。やっぱサキボンって変な子、変じゃないよ。そもそもこの子口動かん。確かに
変わった子じゃないよ、まともで、ミスターまこと、まこと、まことって誰、ミスターまとも。ああ、相棒の白飛びやつ、確かに。じゃあお尻向けとく？あ、関係ないわ。なんでこんな白飛びするやろ、しょうがない。まことって誰？ミスターまともって呼んどしたの。ああ、やだやだ。誰もこんな。誰って私か。僕まことです。あ、どうもすいません。名前お借りしました。しかも私ミスターじゃないし、ね、そういえば。あとね、最近ね、なんか最近じゃない、もうずっと思ってることがあって、なんかこれ紙縛るゴムなんですけど、私のこのね紙縛るやつなんですけど、なんかさ小学生とかってさ、よくさこうやってやってさ、離してピョーンって飛ばすじゃないですか、これピューピューって伝わりますか？伝わりましたね、きっと。あのなんかさ、ずっと疑問なんです、これ小学生の時から。これさ、私はこれここのさ、これ話すじゃないですか、私が今からね。そしたらさ、ここにぶつかるんですよ。だから飛ばないの、ビヨーンってなって。わかります？こう、わかる？このこうなるのよ。どうやってやんの？これね、ずっと疑問なの。だってさ、飛ばないもん。イエーイ、お腹鳴っちゃった。しかもすごい消化の方の、え、なんかできたんだが、できたんだが、しかしどうやったんだ私今。めっちゃ飛んだよ。イエーイ、マジか。ちょ、びっくりびっくりしてるんだけど、あんな遠くにある今。ちょ、見捨てれないんだけどね。なんかできたわ。じゃあこの話終わりまーす。やっとなんか予想外だったなっていう話。終わっちゃった話。何の時間だ。あと5分ぐらいで終わろうかな。なぜならばもう目がさ限界なのよ。なんかもう痒くて、痛よりかは痒いんだけど、もうね、目がしょぼしょぼしちゃってね、携帯の画面をねあんま見れないのよね。何かわかんないんだけどね、もうここがね、ここがもうこの黒目のこっち側がね、もうひどいのよ。直します。頑張って。ごめんね。そう、ずっと赤い。いつから赤いんだろう。でも結構前の自撮り見てても赤いから。はい、ってなことで、あと5分ぐらいで終わろうと思いますが、今日は何を話しましたか？
こんな曲踊れるよ、踊れる、踊れないみたいなやつと、リョウハのお話と、アドジュに来てくれたし。この話でしょ？ああ、そうそう、セイヤゴムソ飛ばしたわ、飛ばした。ぐらい。なんか最初落ち着いててさ、今日はさ、まともな配信だなって思ったのにさ、なんかさ、不確実もしたね。なんかさ、ハイライト、ショールームハイライトがおかしいんだよね。つむじが見えた。つむじってこれ見る？これ見せるもんじゃないの、人に。あ、どうなんだ、まあいいか。ヒートテック今日着てないよ、ほら。今日はね、五分袖 T シャツ着てます。ほら、五分。チェキーン。はーい。ぬん。レフゴやるね。じゃあこの後45分くらいからやろうかな、じゃあ。45分だと、ちょっと待って、これを片付けなきゃいけないのと、ゴム拾いに行くのと、やるから、じゃあ50分からやります。え、おに。じゃあ50分からやるので、皆さんぜひ50分から一緒にやりましょう。さっきの、なんだっけ、ときめきかきらめきか、なんなら、なん、なんなら、何かしら、ぜひ、もらってくださいませ。ヒポンビームを出す準備しとこうと。じゃあ、大富豪50分から皆さんこの後よろしくお願いします。そして壇上のこの皆さん、ありがとうございました。写真撮ろう、みんなで。これみんなで写真撮ったのをぜひ私にください、よければ。ありがとう。なんか今日すごい光る。あ、これにしよう。これにするね、今日の顔。せーの。なんか太ったみたい、この顔。痩せたんだけどね。はい、ということでありがとうございました。半目だったりなんなりなんかしたやつはちょっとポイってやってもらって、自分的にこのセキポンいいんじゃないみたいなやつはぜひツイッターとか載せてくれると私見に行きますので、感想とともにぜひつぶやいたりしてください。変なのは載せてもいいんですよ。ブサイクなのは載せないでください。 そこはもう任せますけどね。じゃあ皆さんありがとうございました。お名前呼べなくてごめんなさい。でも見ときますね、今ちゃんと1からちゃんとブワーって今見てますからね。近すぎて画面に前髪しか映ってないけど見てます。私はずっと見ています。はい、見たよ、みんなありがとうございました。じゃあみんな50分から大富豪でお会いしましょう。じゃあ急なショールーム見てくれてありがとうございました。バイバーイ。